ケビン・リー・サイツァーは、アメリカ合衆国、イリノイ州三外門軍、スプリングフィールド出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトを右ミギ現在は、MLB のアトランタブレーブスの打撃コーチを務める。1983年の MLB ドラフト11巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名され、プロ入り。1986年9月3日にメジャーデビュー。 1987年、三塁手のジョージ・ブレットが一塁手へのコンバートに伴い、後釜に抜擢された。この年は、アメリカンリーグトップの207安打に加え、打率、323.15本塁打、83打点の活躍。さらにオールスター選出も果たした。だが、当時の MLB の新人の本塁打記録を上回る49本塁打を放ち、 本類打王のタイトルをも獲得したマーク・マグワイアがいたため、新人王は逃した。翌1988年も打率、304をマークした。その後、両膝の手術などもあって、成績を落としたが、ミルウォーキー・ブルワーズでプレーしていた1994年から1996年には3年連続で、打率3割を残した。1997年に引退した。 引退後は打撃コーチとなり、アリゾナダイヤモンドバックス、ロイヤルズ、トロントブルージェイズ、2015年からはアトランタブレーブスで同職を務めている。ありがとうございます。